ラッキードラゴンの具体的な造形に取り掛かる前に、矢野部さんはオリジナル絵本の制作も始めました。スイート大阪2009では、広く一般の人たちが自分の作品を街中で目にすることになるので、この絵本が作品を理解する手がかりになればと考えたのです。物語の主人公は空想好きで恥ずかしがり屋の少年、まーちゃんです。ある日、まーちゃんの住む町に空から大きな黒い太陽が落ちてきます。まーちゃんが唯一心を通わせている腹話術人形のトラヤンに導かれて、船に乗り黒い太陽に入ったその途端、船は一匹のドラゴンに変身。まーちゃんとトラヤンはドラゴンに乗って空を駆け巡ります。想像しうることは実際、現実化する可能性があるんだよっていうことを、まあ、子供に伝える物語ではあるんですけど、それは実際、まあ、いわば昔の僕が想像した不思議な世界が今現実に大阪の街に実現しようとしているっていうことと重ね合わせたりとか。この日、京都造形芸術大学のウルトラファクトリーでは、巨大なドラゴンの頭の形が出来上がりつつありました。発泡スチロールから削り出した原型に、この後プラスチック樹脂を塗って強度を高め、その上からアルミを貼っていくというのが基本的な作業工程です。こういう巨大な作品はともすれば形が崩れてしまいがちなんですけど、大きくても造形的にやっぱり美的感覚を呼び覚ますような作り方をしないと魅力的なものにはならないんで。こんな巨人になってる。そうですね、巨人になった気持ちで巨大な手と目で物を作っていくという姿勢で取り組まないと、ついこう細部に入ってしまうと全体のバランスが崩れてしまうので。大阪の街中を自由に泳ぎ回って遊ぶ巨大なドラゴン。ありったけのイマジネーションを膨らませながら作業は続きます。お、お、できてますね。大阪市内にある金属加工専門の町工場で、矢野部さんが依頼していたドラゴンの口の部分の骨組みが出来上がっていました。予算と時間に限りがある中、こうして商売抜きで協力してくれる人たちの存在が欠かせません。お、ちょうどや。測ったよ。ドラゴンが首を曲げたり上げ下げしたりする部分の構造は、大阪工業大学の協力で実地試験を重ねました。このプロジェクトに関わっている人はボランティアスタッフなども含めると優に100人を超えます。ものづくりが大好きという人たちをこうしてどんどん巻き込んで作品をスケールアップしていくのが矢野部さんのスタイルです。もう想像できるんですね。これスイート始まった時にどういう印象を人に与えることができるかというのは、であとは火を吹けてこれが泳ぎ出したら ものすごいエネルギーを発揮すると思うので、大阪で天神祭りが行われている頃、
京都のウルトラファクトリーではラッキードラゴンの制作がいよいよ佳境に入ってきました。ドラゴンの頭や胴体にアルミから切り出した鱗を貼っていきます。タミヤも馬になってきたな。どうすか。リベットが抜けてますやってらんない。リベット災難やな、今回な。で、はい、ここなんですけど、うん、プロジェクトに参加した学生たちの個性を伸ばしながら一つのチームにまとめていくのも矢野部さんの腕の見せ所です。ここは硬いから、はい、はい、でちょっと大変やな。悔しいな。悔しいけど頑張ってな。これもう岡村以外できへん、この時点で。だからもうまあこの辺打ってもええねんけど、打ったら打ったでバン跳ねへんように気をつけるだけやな。あとな、はい、え、何を作ってんの。ドラゴンの背びれの部分と牙。ああ、矢野部さんからそんな指示が。なんか毎回毎回もう時間がないって言われて、なんか焦るけど楽しいです。今日ノルマっていうのはどんな感じなんですか。ノルマですか。もうノルマとかは今ほとんどないっていうか、もう行けるところまでもう行ってくれっていう感じなんで、ね、ノルマっていうのはもうなんかないんですよ。もうできたらもうすぐ次、はい、やろうやろうみたいな。大阪2009の開幕に先駆けて大阪市役所の玄関ホールでジャイアントトラヤンの設営が始まりました。建物のスプリンクラーが熱を感知して作動してしまう恐れがあるため、今回は残念ながら火を吹かせることはできません。ラッキードラゴンの制作の方はスタッフと学生に任せて、矢野部さん自ら設営作業に当たります。まあやっぱり驚きを持ってね、迎え入れてくれてほしいところですね。なんか唐突な日常空間に非日常な、ね、異物が紛れ込んだようなインパクトを受けてもらえばです。だからこうなんかスイートのイベントだからっていうわけじゃなく、突然なんか街中にロボットが鎮座してるみたいな。なんかでかいものがあるなと思って驚いて、で、もう本当驚き、それだけですね。すごいですね。かわいいです。アトムですか、もうちょっと変わったような感じかな。いつもないものがあると楽しい。なんかロボットだしね、なんか楽しい。皆さんどうですか、見てる人たち。たくさん、はい、見られてます。ジャイアントトラヤン以外にも矢野部さんがこれまで作った作品がイベントのメイン会場となる中之島公園周辺に運び込まれました。
ドラゴンの胴体や頭に銀色の鱗をほぼ貼り終え、ファクトリー内には少しほっとした雰囲気が出てきました。出来上がったドラゴンのパーツは船への取り付けのため次々とファクトリーから運び出されていきました。大阪市内にある造船所の跡地で船への取り付けが始まりました。クレーンでドラゴンの胴体を吊り上げている最中も矢野部さんは船の上で溶接の仕上げ作業をしています。この日は火を吹くテストも行われ、その迫力に矢野部さんも満足そうです。いいやん。